ここにね、鳥居があるんですよ。東大所神社、東大所神社、わかんないですけど、これが令和2年、去年の11月、できたばかりですね、に建立されてますと。で、この神社に行くのに、まあ、ここをそのまま登ってってもいいんですけど、なんかこれを見ると、この小山展望公園、そっちから行った方がいいってことなんで、ちょっとそっちから行こうと思います。こちらから小山展望公園登っていきたいと思います。また坂ですね。八丈島もそうですけど、やはりここも坂が多いですね。道中こんな感じです。一面緑ですね。これでも一応ここは東京都です。ここまでは、まあなんとか車で来れそうだし、多分ここ駐車スペースだと思うんですよね。ただここからは歩きです。まあ私はずっと歩いてきてますけど、今日今すごくね暑くて、もうすでに汗だくですけど、今日は帰ってからのお酒が美味しいでしょう。頑張ります。かなり登ってきてね、あとそろそろかっていう感じでしょうか。行きましょう。はい、到着しました。まあ展望公園という割にはちょっと隠れちゃってる感じですね。あそこから行けるかな。そうですね、ここだとね、割とここも綺麗な二重カルデラが見えますね。こっちがね、青ヶ島でいう池の沢地区って言います。で、こっち南側なんですけど、北側、こっちが、岡部地区だそうです。まあ、青ヶ島はこの2つの地区がね、ある感じです。ここにね、地図あるんですけど、わかんない。消えかけてますね。でですね、さっきの神社がこの先ありそうなんで、そのまま先進んでみたいと思います。この東大女神社、この細い道を歩いていく感じです。では進んでいきましょう。道中こういうベンチと見晴らし台みたいなのがありますね。いや、もう一生に一度来れるかどうかわかんないですからね、青ヶ島は。何度でも見ておきましょう、この景色を。はい。ここ、道かっていう感じのところなんですけど、ちょっと、ここ危険ですね。すごい。よいしょ。気をつけていきましょう。ここかと思ったら、なわけないですね。こっちですね。これのようです。もっと先あるのかと思っちゃいました。こちらですね。なるほど。ここが東大所神社、東大所神社ですね。よく見ればお金が置いてありますね。なるほど。すごいところにあります。せっかくなんでね、私も100円置いていきましょう。じゃあ皆さんも一緒にお祈りしましょう。
ですね、前の動画で上げたあの鳥居覚えてますかね。そこをくぐってまっすぐ来るとここに繋がるんですね、きっと。ただこれ急だし道もほぼないんでね、やはりこちらの展望台の方から来ることをお勧めします。では以上です。ご視聴ありがとうございました。また見てください。